らない、裸で種まいて悲しみの雨に乗って日だけの影に乗って一人で咲いた振り返れの遥か、ふるさとは見えずどこに立ってるのかも知れず、闇雲に走る旅路の果てには何が見えるというの、体中心に渡るメロディーで世界を変えてみせるのさ、再び空を掴む、誰かがやらなくちゃならないと羽ばたくつもりで落ちたとて満身創痍で進め、色なんてもう気にしていないさ、だけど本当はちょっと傷ついてるのさ、見えやしないものを信じるのはとても難しいことだから、迷ってしまうさ、でもそれも答え、何を見ようというの、たどり着いた束の間のオアシス、倒れそうになりながらも再びと声を枯らす、届かないことなどないんだと羽ばたくつもりで落ちたとて蜃気楼の彼方を目指す、体中心に渡るメロディーで世界を変えてみせるのさ、再びと空を掴む、誰かがやらなくちゃならないと羽ばたくつもりで落ちたとて満身創痍で進め、つけたことないんでね、説明がなかった、はい、そんなわけで改めましてクラブパラヘジア始まりました、メイン MC 後藤由紀でございます、よろしくお願いします。そして本日はゲストがお二人いらっしゃいます、非常に皆さん、あ、これまだカメラ映ってないですよね多分ね、ゲストのお二人はね映しました、あ、もう映っちゃいました、ね、映っちゃいました、見てください、浴衣のお二人です、素晴らしい、ユニットみたいになってるよ七夕にちなんでね、今日は女子には浴衣を着ていただきました、素晴らしいですね、皆さんどうですか、嬉しいんじゃないですか、ね、喜びをぜひですね、あのまずこちらのタイムラインに書いていただければと思いますね、非常にこれはなかなかレアなね、あの浴衣をお二人なかなかないですからね、さあそんなわけで、ゲストをご紹介、今日のゲストをご紹介いたします、まずは、手前にいらっしゃるこちらですね、ギター弾き語りシンガーソングライターあつこさんです、そして、はい、ゲスト出演7回目、なんと7回目です、すごいです、はい、昨年7月から9月番組 MC も
ご担当いただいていたそうですね。シンガーソングライター泉真美さんです。よろしくお願いします。さあ、ちょっとお二人、僕どうやって初めましてなんですよね、完全にね。はい、はい、完全に初めましての今この、あ、お二人も初めましてですか。初めましてです。初めましてです。なんと全員初めましての、はいはい、状態ですね。その初めましての状態から少しでも距離を近づけたいと思います。どうやって呼んだらいいかなというところで、どう呼んだらいいですか。まずあつこさんは、やっぱあつこさんですかね。あつこさんは、はい、あっちゃん率高いので。あっちゃん率が高い。OK です。じゃああっちゃんで皆さん。あっちゃん率、はい、書き込むときもあっちゃんあっちゃんって言ってくださいね。イエイ。気安く呼ぶんじゃねえって僕は。泉さんは、はい、私はまみち。まみち、おお。何ですか、そのまみちはどこから来たんですか、はい、そのまみち。どこから来たんですかね。大学生の時から、もう全然音楽始める前からあだ名がまみちで。じゃああっちゃんとまみち、はい、僕は、冬木でお願いします。まんまじゃん。あだ名じゃない。これあんま、あだ名がね、ずっと冬木なんですよね。あんまり冬木っていう多分名前がいないので。で、中学校の時クラスに後藤が2人いたんで、はははは、2人とも下の名前で呼ばれる。なるほど、なるほど。そこからずっと冬木としか呼ばれないですね。まあ、そんな僕の話はいいんですけども、それではせっかくなんで皆さんにまずは、どんな、お二人が、方なのかということで、ね、まず自己紹介ちょっと的なことをね、していただけると嬉しいですね。じゃあまずあつこさんから、あっちゃんから、はい、あっちゃんから、じゃあまず軽く自己紹介の方、はい、カメラ目線でお願いします。似てますか。似てますよ。浴衣かわいいご両人って書かれてますよ。イエーイ、うん、ありがとう、はい、シンガーソングライターをやってますあつこと申します。今日は名古屋から、パレジアさんまで、うん、来まして出させていただいております。去年から活動を始めました。去年か。去年から。そんなにまだほやほやなんですね。はい、そうなんです。ギターも去年から練習。去年か。すごい。そうですか。さっきリハーサルちょっと拝見しましたけど、うん、1年であそこまで弾けるようになるんですよね、人間ってね。素晴らしい。素晴らしいですね。そうですか。はい。はい、大丈夫ですか、はい、OK です。もっと主張しなくていいんですか、大丈夫ですか。多分大丈夫です。そんなまだなんと活動1年のね、あっちゃんでございました。さあ、続いてじゃあ奥のマミチーが。はい。シンガーソングライターをやっております泉真美と言います。新潟出身、血液型 B 型、身長147センチで頑張っております。うん、よろしくお願いします。いいですね。そうですか。147センチいいですね。なかなかのミニマムですね。素晴らしいですね。はい、マイクのセッティングがね、そう、さっき ね、リハーサルで。いや、マイクもだけどあれだよね、はい、身長より雑魚の方ががっくり。そうですね、がっくり。すごい姿勢がいいんですよ、あっちゃんは。そうですね、すごい姿勢ですね。もうこうですよ。私今すぐ頑張ってるんですけど、すぐこうなっちゃうから。僕あんま姿勢よくすると逆に雑魚の差がバレるんで、あんまりちょっと丸まってていいですか。丸まってて、ね、素晴らしいですね。さあ、そんなお二人がね、いよいよゲストに来ていただきましたけれども、まあせっかくなんで、まあミュージシャンなんでね、トークうんぬんよりもまずは一曲せっかくなんで歌っていただけたらなと思います。それではですね、一組目、まずはですね、あっちゃんから一、曲歌っていただけますか。はい、じゃあよろしくお願いします。ちょっとセッティングの方、じゃあよろしくお願いします。はい、さあ、この今週のね、番組のテーマは、今日はせっかく七夕なんでね、七夕、あなたの願い事を教えて、これがテーマになっております。なのでタイムラインの方に皆さんの願い事をね、書いていただけると、なんとその願い事が叶うとか叶わないとかね、はい、ぜひ書いていただけたらと思いますよ。では叶う内容のこともきっとあるんじゃないですかね。うんうん、例えばちょっとカメラ目線で手を振ってよとかね。それでいいですか。そういうのね、結構いいんじゃないですかね。皆さんあれですよ、やっぱ浴衣の評判が非常にいいですよ。やったー、嬉しい。うん、でも何ですかね、僕だけ冬木さん、常夏の国から来た人みたいに黒いって書かれてますね。本当だ、書かれてますね。そうですね。ちょっと、はい、日焼けしましてね、なんかね、いつの間にかこんな黒く。まあ、デフォルトで黒いですけどね、僕も。はい、割と黒目の後藤冬木です。見ましたよ、仁王立ちの写真。見ました。仁王立ち。いかつい写真がね、出てるんですか。いかつい写真が出てたんですけどね。そんなわけで、皆さんの書き込みも全然どんどん書いていただけると読んでいきたいと思います。そして、今週の番組のプレゼント、毎度おなじみパルヘジアステッカー、これですね、はい、パルヘジアステッカー。そしてなんと本日のゲスト、泉真美さん提供、はい、これすごいですね。6月17日ワンマン北参道スタストロボカフェのサイン入りポスター、はい、イエイ。これもう終わったやつですか。
ライブ終わりましたけど、ね、CD の情報とか載ってて見てください、これサイン入りですよ、貴重ですね、レアですね。もうこれあんまりないんじゃないですか。全然販売してますね。来てるらしいです。全然販売してます、はい、でそれとあとは、こちらですね、宴さん提供、宴さん提供、はい、インチキマンショーのお笑い CD、お笑い CD です、はい、それから、チャイナスクエアのランチライブトゥルーカラーズに出演していただいた松澤春奈さんのサイン入りオリジナルステッカー、ここでしか手に入らないそうです。レアアイテムですね。いいですね。そして、番組コーナーで使用したスケッチブック用紙、使いますね、これからね。と番組終了後の集合写真にサインを入れてプレゼントいたします。応募方法は後ほどじゃあ、皆さんにお伝えしていきたいと思います。セッティングの方が整ったようなので、準備の方はよろしいでしょうか。OK です。それではまず一組目のゲスト、あつこさん、あっちゃんに一曲歌っていただきましょう。よろしくお願いします。君の憧れでいられるだろう。
が君の夢になれたらいいのに。曲名は何て言うんですか？曲名少女です。少女ですね、はい、ありがとうございました。じゃあお戻りいただいて大丈夫です。ありがとうございます。なるほど、いや、いい曲ですね。歌詞に気になるところがたくさんあったんで、僕今ひそかにメモってました。すごい、ちょっとその話などを聞きつつですね、できたらいいなと思いますが、続いてお二人目、はい、ゲストも歌っていただいて大丈夫ですかね？ OK ですかね、はい。それではまみちこと泉まみさんに、準備をしていただきましょう。よろしくお願いします。お疲れ様でした。はい、あつこさん、いい曲ですね。です少女、なんか歌詞の中で、握った手が小さいのに勇気をもらってるとか、そういうのあったじゃないですか、はい、これどういう時にこう曲作ったんですか？なんかこれは、はい、知り合いのご家族のところに遊びに行った時に、うんうん、すごい幼稚園くらいの子と小学校くらいの女の子が娘さんでいらっしゃって、はい、サッカーとかして遊んでもらったんですけど、なるほど。その時に、かわいいなと思って書きました。あ、やっぱそういうね、ミュージシャンってあれですよね、日常の中でこう心がふって動いたことが、うん、やっぱり後からこう歌になったりね、するシーンがとても多いですよね。なんかあれですよ、少女のようにまっすぐ生きていけたらとかね、あといつか君の夢になれたらいいのにとかね、すごい素敵ですね。うん、いい歌ですね。なんかね、だんだんこう大人になっていくと、はい、こう子供を見て気づかされることみたいなのがたくさん出てきますよね。そうですね、こんなにまっすぐだったんだみたいなね。そうね、なんかそんなことがとても伝わってくる歌でしたね。素晴らしい。いや、歌を作るときって大体どうやって作るんですか？ギターで作ったりするんですか？ギターで先にコードを弾いて作るときもありますし、はい、先にメロだけ考えて、はい、うちらうちら。ああ、そうなんですか。もう鼻歌でなんか頭の中で作ってみたいな。はい、あ、そうですか。ちなみにどんなときが一番曲ってできます？作ろう、割と作ろうってします？作ろうともしますし、はい、それ以外のときでできるときもあります。あ、なるほど。僕トイレとかね、寝る前とか一番できるんですよ。お風呂とかで、あれ、そうそうそう、思いつきます。何ですかね、リラックスした瞬間みたいなね。寝る前に曲ができる時の苦しみが尋常じゃないですよ。寝そうなんですよ、もう寝落ちしそうなのに、ああできてる、でも録音しなきゃ、いやダメだっつってこう録音するやつを握りしめたまま寝るみたいなね。結構そういうことがよくあるんですけど、あ、じゃあ割と結構自然にこうふっと思いついて作るみたいなことが多いですか？の方がいいですね。あ、そうですよね。その方がいい曲が多いだったり、ね、しますよね。ありがとうございます。さあ、そんなわけでまみちこと泉まみさん、セッティングの方が大丈夫でしょうかね、はい、OK です。それでは2組目のゲスト、泉まみさん、1曲よろしくお願いします。今日は雨で織姫と彦星が会えたんですかね。東京は雨だから見えないんですけど、会えてたらいいなと願いを込めて、幸せな結婚式のために書いた一曲をお届けしたいと思います。スズラン、聴いてください。目が覚めた時、特別
ここから始まる新しい未来。今ここでこの場所で一緒に笑っている。誓い合う永遠の愛、誰にも負けない幸せ。偶然の出会いから紡ぎ出した永遠。何が起きたらって今日思い出せば大丈夫。ありがとうございます。ありがとうございます。
泉真美さんでスズランでした。おお、これもまたいい曲ですね。この曲もぜひちょっとね、いろいろあのメモりましたんでちょっと解剖させていただいたらと思いますけれども、あのそうですね、ハッシュタグ、つけると、応募できるらしいですね。あのプレゼントのね、応募方法があ あるそうなんです。これ皆さんもう分かってらっしゃいますかね。大丈夫ですか。そうですね、皆さんつけてらっしゃる。一度説明を、はい、ハッシュタグをですね、ツイートの後ろに常夏冬樹とあっちゃんとまみちって入れていただけると、だよまで、そうだよまでですね、あだよまでですね、入れていただけると、プレゼント応募ということになるそうなので、ぜひぜひね、どしどし書いていただけるとと思います。皆さんから非常に温かいコメントがたくさん来てますよ。あ、願い事、あのあれですね、拾えないほどのお金降ってこいとかで願い事が来てますけどねいいね、いいね。そんな願いは果たしてさあ、ですね、あ、いい曲でしたね。ありがとうございました。ありがとうございます。さんでした。なんかあの僕が印象に残ったのは、何が起きても今日思い出せば大丈夫っていうところのフレーズ、はい、これは本当にあのこれ結婚式の時の、そうです、式のために書いた曲、ね、作った曲ですよね、はい、なんかこう何が起きても今日思い出せば大丈夫っていうのは案外あのすごい大事な実はことなんじゃないかなって。それは結婚とかだけじゃなくて、はい、嬉しいこととかも悲しいこととかも案外人間って時間が経つとこう忘れていくじゃないですか、うんうんうん、でもその例えばものすごい嬉しかったことを忘れてしまって、例えば今日苦しいとか悲しいとか言ってる時に、その日のことをよく思い出してみると結構何とでもなるっていう考えがこう完全にね切り替えられる。だから結婚なんて多分こうこれからいろんなことがあるわけですよね。やっぱり喧嘩したり、まあ、うまくいかないこともたくさんあると思いますけど、やっぱその式の時のこととかね思い出したらきっとまたそこからうまくやっていけるよっていう、非常に愛にあふれたね素敵な曲でしたね。真面目ですね。僕真面目ですよ。え、僕真面目じゃないと思ってました、見た目的に。こう見ると結構真面目ですよ。すごいあのコメントでも、ここ最近で一番しっかりした MC だって書かれてる。そうですか、ありがとうございます。私結構出てますけど、ね、こんなになんか安心してここに座ってられるの初めてことです。ね、あのたくさんメッセージなんか来てますね。ありがたいですね。うん、そうですね。あ、本当だ、書いてありますね。ここ最近で一番しっかりとした MC だって、うん、さん。ありがとうございます。そんなわけで、ね。さあ、ここからはですね、あのゲストのお二人を少しね、ちょっと徹底解剖していきたいなと思っておりますよ。さあ、ゲストコーナー行きましょう。ゲストコーナーです。さあ、ゲストコーナー、まずですね、トークテーマはですね、まあ、今のまず活動についてちょっとまずは伺いたいなと思っております。そもそもですね、じゃあ、あつこさんから行きましょうか。あつこさんが、はい、あっちゃんが今の活動を始めたなんかきっかけみたいな、はい、1年前ですよね。はい。何が1年前に言ったの？1年前に、はい、あのそれだけが理由というわけじゃないんですけど、うん、1年前ちょうど就活が終わるというか、就活が始まって終わるような時期で、どうすべーと思って、うん、出ましたね、どうすべーが、はい、そうなんです。でも結局は、うん、とりあえず、まあ、若いうちしかうまくできないかもしれないから、うん、やっとこうみたいな、就職活動を もうみんなが周りやってる頃に私はちょっと音楽をやっておこうと、そして就職活動せずに、しなかったですね。お、思い切りましたね。チャレンジャーですね。チャレンジャーですね。実はうん十年前僕も同じです、はい、みんなが就職活動を始めた頃に僕はもう就職活動しないで音楽だなと思って、僕はその時に大学にいたんですけど、大学も辞めてそのまま音楽だけをひたすらやるっていう道に進んで今こんなになってますね。なんできっと僕よりはいい方向に行くんじゃないですかね、あ、1年でこんなにねできるようになるんですね。すごい、素晴らしいです ねちなみにマミチはどんなきっかけで、はい、私も始めた時期は一緒で、大学4年生なんですけど、うん、私は就職活動して、はいはいはい、地元新潟で就職が決まり、うん、で決まったんですか。決まったんです。内定いただいて、あの内定者研修とか内定式ももちろん行って、社長さんとこうやって写真も撮ったんですけど、内定書こうやってたんですけど、4年生の年明けたぐらいの時に、うん、このまま新潟に帰っていいのかなって思い始めて、なるほど、そこでそう就職活動する中で、うん、その自分の人生を振り返ったら、一番小さい頃の将来の夢は歌手になるって
ていうことだったんですよ。それを思い出して今新潟に帰ったら何もできないなと思って、うん、いただいてた内定を辞退して、辞退して、はい、でそれまで音楽一切やったことなくて、あ、そうなんですか。その楽器も触ったことないし、歌もカラオケぐらいの感じ。全然やってなかったのに内定もらったの辞退して、そうなんです、ミュージシャンになろうと思い出しちゃったんです、昔の夢を。すごいですね。で始めました。そんなことあります？あっちゃったね。いや、すごいですね。お二人とも結構じゃあ割となんか思い切った、うん、だからそれまで音楽を例えばやってて、で音楽の道なのかそれとも就職して何かやるのかっていう決断とかじゃなくて、いや普通に就職しようとしてたのにもうダメだ違う、うん、ミュウさんだ。そうそうです、そうです。すごいですね。そんな転換はなかなかないんじゃないですかね。素晴らしいですね。そうだったんですか。え、それ周りの人とかなんかみんな言われなかったですか？二人ともなんかこう本気で言ってんのかみたいな。言われましたか？私はもうなんか決めてから言ったんで周りに、うんうんうん、そしたら私の性格をみんな知ってるんで、うん、まあ、言い出したらやめないから頑張れよみたいな、周りからは言ってもらいました。あっちゃんどうだったんですか？私は、うん、一応両親がもう言ったら聞かないんで、うん、同じ感じだね。しょうがないから、今日のゲストも頑張りなさいよみたいな。二人とも言ったら聞かないゲストですよ、これ。そうですか。いや、面白いですね。そんな流れでじゃあやってたんですね、うん。なるほど。ライブ活動はお二人はいつぐらいから始め、あっちゃんはいつからですか？1年前始めるって決めて、はい、すぐライブを？なんか最初の半年くらいは、うん、ギターを弾いてくれる相方さんがいて、はいはいはい、私歌うだけっていうので、うんうんうん、でそれがちょっと解散みたいな形になったので、どうすべーって待ってどうすべーアゲインですね、はい、アゲインで本当はキーボードを弾けたんですけど、うんうんうん、キーボード担いで歩くの重たいし、うん、重たいね、ギターでも弾くべーすごい。逆に今はライブの時にどっちもやりますっていう形ではないんですか？ピアノが置いてある会場の時はやるんだ、たまに。あ、今日置いとけばよ。確かに、見たかった。あったんですか？ピアノね。アーシャがギターだったから、あ、そうなんです。昨日あったのか、さっき片付けてばっかり。あららららららあららあららららあららららららら。鍵盤もじゃあ弾けるんですね。一応いいな。素晴らしいじゃないですか、鍵盤。え、あれマミチは鍵盤は弾かない？弾けないです。僕もね、僕実は弾けるんですよ。ただね、クラシックをやってたんで、ずっと。なんでクラシックしか弾けないんですよ。なんで歌の伴奏になると急に弾けなくなるってわけのわかんない。あ、でもわかります。それコードがね、ちょっとあんまりピアノだとよくわかんなくなるんですね。で、まあ、最近になってようやくちょっとずつ弾けるようになってきたんですけど、だいぶ怪しいんで、ライブでは弾かない決めてるんですけど。なるほど、なるほど。そう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 。あ、そうだったんですね。じゃあ、割と本当に音楽を始めてすぐライブをもうやるみたいな。そうですね。曲はどうしたんですか？その書き溜める期間っていうのは。とりあえずギター持ちました、うん、持ったんですけど、バレエコードって最初の難関があるじゃないですか。 F ですね。あれ痛くて弾けなくて、はい、カバー曲やるとそれを押さなきゃいけなくなっちゃうじゃないですか、うんうんうん、だからバレエコードを使わずにオリジナルを作れば私は無敵だみたいな。すごい考え方だ。発想の転換ね。それは素晴らしいですね。あらわざでいきました。なるほど。じゃあ本当にバレエコードも弾けない状態でライブをもうすでにやりました。すごい。それはそんなことあるんですね。え、マミチはギターはいつからですか？この自分のギターを買ったのは2年経たないぐらいです。マジですか？私も最初サポートでギターの人についてもらって、ハンドマイクでずっと歌ってたんですけど。そうですね、2年ぐらい。え、そんな人間って短期間でギター弾けるんだ。だから俺逆に何十年弾いてんだって話なんですか。そうですか。すごいですね、最近の人たちはね。最近の人たち僕の人こんなギター上手い子たちいませんでしたよ、なんか。そうだったんですか。すごいですね。でもマミチなんかそうだよね。うち最初に来た時、なんかまだコードがこんなもん。そう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 、弾けないって言って。だって結構さっき難しいコード弾いてましたよ、普通に。あんな弾けるんですね、2年で。2年ぐらいですね。だもう言ってみたら、キャリア的にはもう1年、2年ですよ、だって。キャリアが。俺中2から弾いてますからね。もうすごい。30年ぐらいですよ、だって、下手したら。中2。やばいですよ。
すごいですね。そうですか。で、今はライブはお二人はどんな感じでやってるんですか。あっちゃんはどんな感じでライブを。私は最初ストリートだったんですけど、うん、最近はもうライブハウスとかライブハウスとかカフェバーとかでやってます。名古屋ですよね。名古屋ですね。名古屋のライブがやっぱり圧倒的に多い。基本的に名古屋で、うん、たまに呼ばれた時にちょっと出てく、東京にちょっと県外に。東京はあんまり出てこないですか、風的には。全然ですね。レアですか。レアです。皆さん東京に来たら絶対行かないとダメですよ。もうやばいですよ。あ、なかなか会えないですよ、そうしないと。名古屋のお客様とかいらっしゃらないですかね、今日はね。いますね。ね、名古屋ね、ぜひね、あの名古屋でちょっと見に行ってほしいですね。それ、マミチはどんな感じで今。私もライブハウスが今メインで、うん、都内とあと神奈川県の川崎を中心に活動してます。月にお二人ともどのぐらいずつやられてるんですか、このライブは。結構数多い。最近は多いな、今月多いです。何本ですか、マミチは。ライブハウスで11本。11本とパルヘジアが2回。はい、毎日毎日ですね。毎日幸せですね。幸せです、本当に幸せですね、うん、あっちゃんもそんな結構たくさん。マックスで9回。マックスで9回。皆さん、こんなにライブたくさんやる。昔僕もね、やってたんですよ。年間200本とかね。おー、すごい。1日3本とかね、やってた時期があったんですけど、もう今や全然です、僕、本当に。1ヶ月に1回やればいい方みたいな。あ、本当ですか。ブログももう1年ぐらいサボってますし。何も告知もないですしね。そんな感じですけどね。そうですか。じゃあ、精力的に結構2人ともしっかり活動されてるということで、皆さん、ぜひあのライブをね、たくさん見に行っていただけたらと思いますよ。お願いします。ね、お願いします。そんなこんなでちょっとね、一つお二人に聞いてみたいことがありますので、スケッチブックをですね、ぜひちょっと使ってほしいんですけれども、今の、ご自分を構成する三大要素、出た、はい、この番組と定番の質問、僕もゲストで出させていただいた時に書きましたけれども、3つの要素、自分を構成する3つの要素というのをですね、今です、Now。 そう、今の自分です。ちょっとまず書いてみてください。これで大体ね、ゲストの、人となりがなんとなく分かったですよね。僕の時は確か、何でしたっけね、ささみとプロテインとブロッコリー。プロテインでしたね、確かね。あの時ビールは出なかったんですか。あの時ビール、あ、ビール出しましたっけ。ビールは出たような、出なかった。それ以外の話で出たのか、ちょっと覚えてない。そうですね。お、なんか、じゃあ名古屋に見に行きましょうって言ってくれてるお客様がいらっしゃる。素晴らしい。ぜひぜひ見に行ってほしいですね。さあ、皆さんがどしどしとね、書き込みをしてくれてるんでね、お二人が書いてる間にそこもね、ちょっと読んでいきたいなと思いますよ。浴衣でギターがいいですね、とかね。お、嬉しい。浴衣みんな言いやがって、本当に。そう、あっちゃん1年でこんな雰囲気を作れるとはすごい、うん、ありがとうございます、はい、どうしますか、大丈夫ですか。大丈夫です。名古屋レベル高って言ってますよ。へー、いいですね。言い出したら汚い子ばかりって言ってます。そうですね。でもスタートもそうだけど、うん、続けられるのも結局そうですよね。そうですね。やっぱりそのぐらい の, 気持ちがないと続けるのは難しいかもしれないですね、うん、やっぱりね、しっかりとこうね。でもちっちゃい頃の夢がお二人ともじゃあ歌手みたいな感じだったんですかね。その例えばなんか幼稚園とか小学校の文集みたいな、ああいうね、ちっちゃい頃、将来何になりたいみたいなのあるじゃないですか、うん、ああいうの、あっちゃんなんか、なんて言いますか、覚えてます。私は、最初は建築家になりたかった。建築家だけど、数字が苦手なんですよ、はいはいはい、算数やんなきゃいけないよって言われて、うん、じゃあやめる。折れんの早っ。折れんの早いですね。入り口で折れた感じですね。ポキッとポキッとね、建築家ですか。マミチはなんか、私はずっと歌手って書いてました。ちっちゃい時も歌手って書いてた。ちっちゃい時からずっと。すげえな。でも中学生ぐらいの時から親から、うん、あんたは高校卒業したら地元で働いて家にお金を入れるんだよって言われて育ったんですよ。だからもう中学生から私の夢は公務員でした。なるほどね。公務員。でそうやってやってきて、だから就職活動もしたんですね。そうです、そうです、ね、地元で。で内定もらってね。そういうことですか。なるほど。でもやっぱりちっちゃい頃の夢をまたね、改めてやるっていうのは絶対僕人生で大事なことだと思いますね。僕のちっちゃい頃の夢、ちなみに
ゴレンジャーでしたからね。素敵。もうなりようがないですね、こっからね。でもなんかその正義の味方みたいなのがね、すごい好きだったんですよね。ああいうきっとね、こう悪いやつを倒してみたいなね。逆に曲でそういう曲ってあるんですか？ヒーロー的な曲ですか？だったりとかそういうのを。この間そう、あのちょっとキッズゼロっていう映画 あのテーマソングを僕書いたんですけど、まあ、インストで作ったんですね、もともとは映画用のやつだったんで。なんですけど、主題歌をインストの曲がすごいなんか歌、歌詞つけられるなと思ったんで、それに歌詞をつけて、で、まあ、みんなはみんな誰かのヒーローなんだよっていうテーマ。そう、なんかヒーローになりたいってみんなこう願望あるじゃないですか、ヒーロー、ヒロインになりたいよ。でもよく考えてみたらみんな絶対誰かのもうすでにヒーローなんだなっていう僕のそうテーマを作った曲がちょっとあるんですけど、それはね今日は歌えません、はい、ということで お二人とも書き終わってくれましたかね、はい。じゃあちょっと、じゃあまずはあっちゃんの方からいきましょう。あっちゃんを構成する3大要素どうぞ。はい、ドン、はい、1歌、2ファンタジー、ファンタジー、3眠り、ね、ファンタジー気になりますね。何ですかそのファンタジーは。はい、小説とかもそうですし、うん、今日ちょっとミッキーヘアになってるんですけど、ディズニーとかもそうですし、うん、とにかく SF だろうが魔法使いだろうが、うん、ミッキーだろうがもうファンタジーが大好きで。大好きなんですか。なるほど、はい、ファンタジー好きですよ皆さん。じゃああれですね、あっちゃんにメッセージを送るときはもうちょっとファンタジーな感じで書いてね、夢のあるメッセージを送ってほしいですね、はい。だからあれですよ、札束がたくさん降ってきますようにとかダメですよ、ね、そういうのやめてくださいね。もっと夢のある書き込みを、うんうん、ね、あっちゃんに気に入られた方ぜひそうしてくださいよ。じゃあそれではマミジいきますか。はい、はい、どんどん。睡眠ライブ、睡眠かぶったな、かぶりましたね。睡眠ライブ iMac、 おちょっと気になるの結構あるな。まあ、ライブはミュージシャンなんでね、当然だとは思いますが、はい、iMac どうしたんですか。あの調子悪くて今家のパソコンが調子悪くて、もう一日結構家にいるときはパソコンでの作業が多いんですけど、うんうんうん、何せ調子悪くて戦ってますもん、家にいるときずっと。音楽制作をパソコンで行ってる。制作もそうだし、うん、映像の編集とか、はい、あと何してんだろうな。いろんなデザインとかも全部パソコンで。フライヤーとか例えば。そうですそうです、ね、そういうのも全部。が調子が悪いんですか。調子悪いんですよ。一体何が起きてるんですかね。分かんないですけど重たくて、うん、で容量いっぱいなのかなと思って外付け買ってデータ移したんですけど、うん、それでも重たくて、でいろいろ周りの人に聞いてみたら、なんか去年末ぐらいに出たアップデートするやつをやっちゃったらダメみたいな。はいはいはい、そう。ちょっと今のやつあんまり良くないみたいな。うち戻した。本当ですか？そう。で、ダウングレードするのは元々のなんかディスクがないとできないみたいな。うんうん、ないないと思って。そうなんですよ、皆さん。これね、豆知識として覚えておいた方がいいと思いますけど、アップデートってね、すぐにやんない方がいいんですよ、あれ。大体のものが、iPhone とかもそうですよ。一回ね、よく調べてからアップデートした方がいいです。大体しくじりますから。それのせいで。大体トラブルが起きますからね。一応ここはね、気をつけておいた方がいいかもしれないです。で、お二人とも睡眠、これは何ですか、眠るのが大好きなんですか、二人とも。眠らないとやってけません。眠いです、眠いです、眠いです、眠いですはまた別の話です。そうですか、だからもうあれですね、ファンタジーと眠りってなんかこう何ですかね、これなんかこれテーマものすごい3つ何ですか、なんか一つの映画みたいな雰囲気ですね。確かに確かに、歌と眠りとファンタジーみたいなね、なんかこれで曲ができそうな、曲ができそうですよね、うんうん、ねえ、すごいですね。そうですか、でも眠りは大事ですね。眠りってやっぱ時間が普段短いっていうのもある。あ、そうじゃなくて。よく寝る方です、私は。あ、基本的にそうですか。はい。いや、でもたくさん寝る方が絶対体にいいです。うん、間違いないです。1日7時間は最低でも寝ないと。7時間ダメです、はい。良ければ8時間。そして、いけるんだらば9時間ぐらいは。寝ないとダメですね。僕の場合はそのぐらい寝ないと筋肉痛が取れないんで、常に全身どこかが筋肉痛なので、もう常に寝ますね、僕。はい、あ、ちなみに僕、今日これ全然まだ言ってませんけど、僕の日常はですね、ジムのインストラクターをやっていますので、全然ミュージシャンじゃないですね、僕日常は。そうなんですね、はい。どっちかというと筋肉のことだけを考えて暮らして。確かにツイッター見たら筋肉ツイート多めですみたいなの書いてありました。筋肉の話しかしない男ですね、基本的には。なんで割と音楽の話をするのはどうやったらいいんだろうって今悩んでるぐらいの話ですけど、でも本当にそうです、日常が割とそっちが多いので、自分の生活の中では8割ぐらいが筋肉、2割ぐらいが音楽ってね。
ちょっと変わったミュージシャン。面白い。ちゃんとほら、寝る子は育つって言ってますよ。そうですよ、本当に。育たなかったよ。そうですね、おかしいですね。私小さい時から結構どこでも寝る子で、あ、どこでも寝られるタイプですか。そう、親に連れられていろんなところに行ってたらしいんですけど、うん、まあ、パチンコ屋さんだったりとか、うん、カラオケボックスだったりとか、あんなうるさいところでも、そう、どこでも寝てたみたいです。で、手のかからないいい子だったよって、ね、言われました。そうですね、それはね。え、あっちゃんはどうでした？結構 寝れますどこでも、もう環境変わってもすぐ寝れるみたいな。でも寝れますね。やっぱ睡眠って書くだけありますね、2人ともね。僕あんま寝れないんですよね。あの環境変わると、僕結構こう見えてね、デリケートなんですよ。こう見えて頑丈そうですけど割とデリケートですね。だいたい旅行行ったらあんまりあのお腹の調子良くないですし、あと環境変わったらよく眠れないんで、だいたいこうビールとか飲まないと眠れないんですよね。なるほど、だからなかなかね。あと日差しがあの苦手です。寝る時のカーテンから入ってきたらあーっつって、だからめっちゃもうあのアイマスクしないと。あ、へえ、アイマスクがもう僕の一番のパートナーですよ、本当に、はい、結構繊細ですね。そうなんですよ、意外にこう見えて繊細だったりするんですよね。さあ、そんなわけでね、2人をちゃんと解放できてるんでしょうか、大丈夫ですかこれ、なんかね。さあ、そんなわけで時間的にこれもそろそろ次のコーナーに行った方がいいのかな。そうですね、行きましょう。さあ、じゃあ次のコーナーはですね、ゲストを徹底解剖ということで、音楽的に少し解剖していけたらなと思っております。なんかギターとか持ちません？よかったら。おお、ね、いいですね。ちょっとギター持って3人でなんかやりましょうよ、ちょっと、うんうん、ね、ちょろちょろっと。どうですか、曲とか作っちゃったりして、ね、おすごい。そう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 、これ僕取りっていいですか、大丈夫ですか。生で画面から消えちゃっていいですか。大丈夫ですよ。七夕なんでね、ちょっと七夕にちなんだ曲でも即興で作ったらどうですかね。こっちがいいですよね。うん、まあ、座りながらゆっくり。さあ、久しぶりにこの僕はね、ギターを持って急に落ち着くんですよね。そうなんですよ。七夕、七夕といえば何でしょうね。七夕っぽい曲をなんかちょっと作りません？七夕っぽい曲、短い曲、あんまりバレエコード出てこないやつですけど。そうしましょう、ね、そうしましょう。歌詞をそれぞれちょっと分担して書いたらいいかな。歌詞、うん、はい、ほうほう。なんかリレーしましょう。コードだな、今日、うん、リレーしましょう。アドリブで曲を作るぞ。じゃあ言ってて、うん、こっちの人がどんどん書いてくるので。そうですね。初期だって無理じゃん。じゃあまずね、七夕っぽい、いや、ちょっと和な感じがいいね、やっぱね。なんかね、和な、七夕といえばなんか和な感じがした。和もいいし、ボサノバっぽい。ボサノバっぽい、あ、なるほど。じゃあボサノバっぽいのしますか。いきなりおしゃれじゃない。おしゃれでもあんまり七夕っぽさが出てこないですけど、いいですか。こんな感じの、じゃあ2コードで。これね、このコードじゃあ2人に教えましょう。はい、はい、ゴトフィーのギターコード。いいな、はい、これおしゃれでしょ。5弦の5フレットをね、中指で押さえます。5弦の5フレットを、そう、中指で押さえます。そして4弦の3フレットを人差し指で押さえます。人差し指、そう。そして3弦2弦、はい、を薬指小指、届かないぞ。そう、この指に限界が来ております。そしたらね、これだけで。そしたらあっちゃん、これ外しても大丈夫だよ。これ外してちょっとミュートしてあげて、そう、ここをね、そうそうそう、そうすると、で、Cメジャーセブンス、これでも大丈夫。そう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 、これでボサノバっぽくないですね。確かにね、パッて抑えられないでも。この3つだけで抑えるのが一番簡単かもよ、マミジ。この3つだけ、これが一番簡単です。そう、そして Cメジャーセブンス、
迷子になります。迷子それっぽく聞こえてきた。ね、じゃあ歌詞書こう。この2つでコード歌詞書こう。ね、七夕だから、なんだろう、七夕っぽいこと。笹の葉。天の川。天の川。そうだね。皆さんも七夕っぽいテーマをね、もしよかったら、毎度どんどん書いていただけると。逆にみんなから書いてもらった歌詞やつを歌にしてみようか。そうですね。その方がいいかも。うん、あ、もう早速書いてあるよ。女の子にそれ違うギター教室七夕関係ないね。車に放置より蜂屋に連れて行く方がまだいいちょっとうちの親の話やめてもらっていいですか怒られる。パチンコ店に子供を連れてったらいけませんぞ。見てるよ多分うちの親マジで全部チェックしてるもん。こんな感じでね、どんどんできるんですよ。うん、大体曲っていうのはね。ミュージシャンっていうのはこうやって大体曲を作りますからね。本当ですか？そこがなんかね、みんなで曲を作るってなかなかないですね。ないですね。で、多分シンガーソングライターの人たちは基本的には一人でやっぱ曲を作ってやるんで、なんかね、こうぐるぐる回していって、みんなでメロディーを作って一曲にすると、下手したらパールヘジアのテーマソングができるんだよね。やった。おそう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 。いつの日かそういうのができるんじゃないかと。今日じゃないんだね。ね今日はやっぱほら七夕だからね。七夕をちょっとテーマにしないと。でも全然七夕らしいコメントが来ないからね。そうですね。みんななんかうちの母に夢中ですね。いいじゃないですかね。でもこれね。これ更新した方がいいのかな。よし。じゃあ皆さんから来た、もうこれだ今の状態だと。そうですね、何か言葉がいただければ全然書けますよ、何でも、うん、どうしたんですか、そんなに遠慮して大丈夫ですよ。あ、来てますね。え、短冊。お短冊、満点の星、うん、満点の星、いいですね。満点の星、満点の星、あ、本当だ、これ満点ですね。意味合いが違ってきましたね。満点の星ですね、これね。そうするとなかなかテーマとしては難しいですね。満点の星、そして短冊。短冊に願いを。どんどん歌詞を作りましょう。短冊といえばやっぱ短冊にまず願いを込めて。そうですね。ね、うん、空を見上げるも、今日は曇り空ですもんね。曇り空どころか下手したら雨なんだ。さっき降ってきました。曇り空で、さっきの曇り空で、うん、織姫と彦星は会えるんだろうかみたいな。うん。そうですね。ありましたね、そんなお話がね。そう。じゃあ僕はどんどん歌詞を書きます。女子の優しい練習してます。教室を。そうですね。今のコードぜひ。はい。ぜひぜひ。BGM 的にね。出来上がってますよ。お、すごいな。結構皆さんそろそろ書けますか？私は時間を決めて作るとすぐできます。ね。今日中に何曲とか決めて。出ない時は何にも出ないけど。あ、でもありますね、出ない時。よし、できましたね。できました。はい。すごい。これでいいんじゃないですか？もうこの
皆さんがあの書いてくれた、あ、ちょっと待って、満天の星がまだ入ってないな。満天の星だよ。満天のだからね。いや、書き直してましたよ、満天のって。あ、そう。うん。本当だ。よし。さあ、できました。やってみましょう。はい。オッケー。ちょっと待ってください。オチを今一生懸命考えてます。オチ。オチがあるんですね。いや、オチを満点にする。そうです。もうさすがですね。もう用意しましたよ。やばい。さあ行きましょう。じゃあ、今のリズムで2人とも行きましょう。はい、じゃあイントロ僕適当に弾きますんで。C だから。OK です。じゃあイントロお二人に任せて、僕なんかリード弾きます。ワン、ツー、スリー、フォー。岩手は晴れてるらしいです。OK、こんな感じで曲をちょっと作ってみました。多分何一つ覚えてないです。これ皆さんが今ね送ってくれたメッセージをね実は結構読みましたよ、ちゃんと、うん、読んでた、うん、そんなわけでね、あ、これは無理だな、マミショの浴衣姿最高かわいいぜ、急にロックだね、ギャーって感じになるぜ。さあそんなわけでね、ゲストと3人でちょっと曲をね、ギターを弾きながら曲を作ってみたりとかね、なんかいい感じにボサノバはね、ちょっとこうたくさん今やってたから曲作りにぜひ活かしていただいて、はい、もしかしたら これがきっかけでお二人からボサノバの名曲が生まれる可能性ありますからね。2コードですけどね。ね、2コードで2コードで案外歌は作れるんだよってね、うんうんうん、だからやっぱバレーコードはいらねえぞっていうね、
いらねえです。いらねえです。ですそんなのが作れたりしますね。さあ、まあ、時間の方は大丈夫なんですか？まだありますか？まだまだありますね。そうですね。素晴らしいですね。さあ、そんな感じで、こんな僕はね、結構ね、こんな割とざっくり曲を作るタイプなんです。こうやってアドリブでやってるうちに、おこのフレーズ良かったなっていうのだけ覚えてて、それを持って帰ってとか、あと電車の中で急に作ったりとか、そう、そういうのが多いんですね。お二人のなんかこう作曲法というかですね、どうやって曲をいつも作ってるんだろうっていう、ちょっとそれに僕は興味が非常にあるんですけど、あっちゃんさっきちょっとね、聞きましたけど、だいたいあれですか、はい、お風呂とか。お風呂とか、でも書こうと思って、机のところに座って、あ、座る構えなんですね。書くぞっていう時もありますし、電車とか移動が長いとやることないから、書くかっていう。電車の中でも書くんですね。すごい。じゃあ楽器を使わずとも。とりあえず歌詞だけ先に。あ、歌詞とメロディーどっちが先とかなんか決まってますか、自分の中で。最近は歌詞先にしてます。おお。なるほど。歌詞から作って、そこになんとなく、まあ、あれですよね、ミュージシャンの場合、だいたい歌詞もなんとなくメロディーに合う長さっていうかね、ありますよね。多分普通の人が歌詞を書こう、歌詞っていうか詞を書こうとすると、歌のメロディーとはちょっとうまく合わないじゃないですか、やっぱ言葉が長すぎちゃったりとかね。そういう感じでじゃあ作り始めるんですね、きっとね。まみちはどうです？私はどっちもやりますね。歌詞先の時もあるし、鼻歌みたいなの時もあるし、曲。楽器は持ちます？作る時。曲持ってやる時もあるし、歌詞とメロディーはだいたい一緒に考えるんですけど、そっちを先にやる時は持たないです。なるほど。じゃあその時は歌詞とメロディーで鼻歌みたいな。鼻歌が多くて、で深夜のお散歩が一番出てきます。深夜のお散歩。深夜のお散歩ということは、深夜のお散歩しながら鼻歌を歌ってるってことですか？鼻歌どころじゃなく普通に歌ってます。あれですね、職質されないように気をつけないといけない。でもそういう大事な多分作曲の時間ってありますよね、自分たちにとってね。僕は本当にさっき言いましたけど、やっぱ寝る前が一番多いんで、寝る直前が、あと夢で曲がよくできるんですよ。すごい。夢の中で本当にすごいしょっちゅう曲ができて、あまりにもいい曲すぎてめっちゃ泣いてるんですよ、夢の中で。そうで、起きたら泣いてて、本当にめっちゃいい曲だったと思って、だけど全然覚えてない。ありますね。それは枕元でこう置いといたり。もちろんです、もちろんです。枕元には常に、まあこういう例えば iPhone ですとか、なんか録音できるツールが必ずあって、あとメモ用紙とかね、必ず置いてあって、思いついたらすぐ書かないとやっぱ忘れちゃうじゃないですか。だから置いとくんですけど、大体は iPhone を握ったままこう、もう寝る。睡眠で、なんか録音ボタン押しちゃってるんですよ、眠すぎてボケてて。だから何時間も撮ってあるやつ。ずっとなんか寝言みたいな、なんかふがーふがー言ってるやつが、こんな無駄に容量食ってしまったように捨ててるんですよ。割とそういう作り方が多くて、夢の中でできるのがでも一番多くて、すごい、夢の中、もしくはそれ効率いいですよね。そうなんですよ、そうなんです。睡眠学習ならぬ睡眠作曲みたいなのが一番多くて、でなんかビートルズの、僕ポール・マッカートニーすごい好きなんですけど、ポール・マッカートニーがイエスタデーを作ったのが夢の中だったらしいんですよ。へー。そうで、夢の中でイエスタデーを作ったって話を、まあ、天才っぽいじゃないですか、すごい、他にも、で天才っぽいなって最初思ってたんですけど、何のことはない、なんか夢とかって結構普段から考えてることがやっぱり出てきますね、割とね。だからいかにポール・マッカートニーがいい曲を作りたいっていう情熱があったかっていうエピソードらしくて、それがだからそれだと思ったんです、多分僕。そこから夢の中で作るぞみたいな。そう、だからもう毎回こう寝るときにいい曲はでき、いい曲ねえかな、いい曲ないかなって言いながら寝るんですよ。そうすると夢の中で本当に出てきて、すごい。だから思い込む力みたいなね、いい曲は作りたいっていう、そう。だからそうするといろんな場面で多分出てくるんじゃないかなっていうね、ちょっと思ったりしてて、割とミュージシャンそれぞれ作曲の仕方が結構、まあそれぞれバラバラじゃないですか、私の中で。でもそれ聞くのが僕結構好きで。あとちなみにちょっと影響を受けたミュージシャンとかってなんかいらっしゃいますか、お二人とも。この人がすごい好きで、もうこの人みたいになりたいとか、例えば逆にそれがいないからやってるみたいな。ああ、なるほど。ちょ、人の曲全然絶対聴かないよって人います？います、います、全然ミュージシャンでも。どうですか、結構います？私は高橋優さんが好きです。男性アーティストですね。はい。いや、今多いんですよ。あ、そうですか。男性アーティストが高橋優
へー、そうなんですね。あのじゃあ高橋優さんみたいな曲を書きたいなみたいな憧れとかがちょっと自分の中にあったりも、うん、あーそれもあって、うん、プラスで女の子がいてあんまりかっこよくないことも男の子が言うと似合ってかっこいいみたいなのあるじゃないですか。だから私が言えないことを高橋優さんがうわーって言ってくれるから、ほう、なるほど、好きっていうとこもあります。え、女の子目線のメッセージでって感じ？あ、って関係なくですね。面白いですね。じゃあ男の人がこうやって言いたいことばっていう姿が結構いいな、羨ましいなみたいな、ちょっとあるってことですね。自分も歌詞例えば書いても、うん、これ私にとったらなんか違くないみたいなのありますか？ありますね。確か、あ、女性だと確かにそうかもしれないですね。盗んだバイクで走り出すとか書けないですよ、ね、確かに。ね、それはそうかもしれないです。あ、男性だとやっぱりなんか様になるなみたいな、絵になるなみたいなことが割と好きっていうか、そういうのを自分もやれたらいいなみたいな気持ちがどっかに、うん、それでもあれじゃないですか、 それがもしかしたら敦子さんの今後の方向性かもしれないですよ。盗んだバイクで走り出すそこじゃねえよ。いいとこ拾ったな。そのなんか男性が言ってかっこいいようなことを女性があえて言うみたいなっていう、うん、憧れて言うみたいな、それが素直に出せればみんな逆にかっこいいなこんなことみたいな、まあ、もしかしたらあるかもしれないですよね、うん、男性アーティストに。そうなんですね。高橋優さんそうなんですかね。最近よく聞きますね。すごいですね。マミチはなんか好きなアーティストっていうか、好きなアーティスト、うん、はバンプオブチキンなんですけど、うん、あんまり自分の音楽に直結してなくて、でももうずっと聴いてます、今も。最近新しいの出た？最近は、あ、出ました出ました、シングルで、はい、魔法の料理が好きすぎて、うん、まあ、あれ初めて聞いたってずっと泣いてました。あと友達の歌、うんうんうん、めちゃくちゃいい歌詞、ね、いいですよね。そう、歌詞の世界観がすごい好きで、ね、そう、すごい聞いてます。そうです、ね、なるほど。あれバンプでな、ジャケットも自分で書いてる。ジャケット自分で描いてる。違ったあ、ちなみにジャケットで思い出しましたけど、これジャケット見てください、これ。そう、あ、それ何ですかね。いや、合わせたかのように、示し合わせたかのようにね、女性アーティスト2人がね、構図をついてるんですよ、ね、今思ったんだけど、はい、記念撮影さ、このまんまで撮りましょう。あ、このジャケットまんま最後の、ちょうどいいじゃないですか。僕、あれ、なんかこれでしょ、ね、なんか示し合わせたよ、これ。僕、あれですね、ちょうどアングル横からギター持ってそうすごいですね、これ。何がしかの奇跡が起きてますね、皆さん、これ、うん、皆さん、とんでもない奇跡を今目撃してますけど大丈夫ですか。こんばんはって書いてありますね、こんばんは、こんばんはすごい、ね、挨拶は大事ですからね、ありがとうございます、はい、そうですか。だからこのジャケットは本当に別にあるんですよね。偶然ですよね。偶然です。はい。構図をついた。僕も次回のアルバムはじゃあこういう感じにしようかな。アンニュイな感じですし。アンニュイな。思ってますけれども、ね。そうですか。曲はちなみにお二人は何曲ずつぐらい持ち歌みたいなのってあるんですか？何曲あるんだろう、全部だと。数えたことあります？自分の曲数みたいな。なんか、でも、なんかオクラに入りそうな、いいっすね、僕大好きですよ、オクラの間みたいな感じの曲とかって数えますか、はい、一応数えましょう一応そのオクラも数えましょう。オクラを数える、オクラ、オクラいいっすね。オクラを入れると15くらい、はい、あ、まあ15曲まだまだ、じゃあこれからどんどん増やしていくと数えていいですか。アツコとはみたいなね、オクラ数えてる、オクラも数えていいですか。3、4、5。なるほど。でも1年間でそんだけ書いたってことだもんね、はい、言ってみたら1月に1曲はだいたいペース的にはまあ大体は書いてる、以上は書いてるね。え、だって、あ、オクラも入れてるか。でも、オクラも入れてる。それでもすごい、うん、いいですね、うん、ペース的に、うん、まあ、なんかその、オクラにしまわれる基準ってありますか、うん、はい、自分の中でどうやったらオクラにしまうかみたいなね。僕はね、あれ割とあの楽曲提供の仕事を結構してて、でその楽曲提供は実はオクラに入った曲ばっかりを提供してるみたいな。僕が歌うものじゃない。あ、僕あのこう見えて結構あの割と女性メロディーが多いっていう、うん、さっき歌ってたアドリブもちょっとしたなんか割とあんま男性っぽくないですよね、多分メロディーが、ああいう感じになっちゃうんで自然にやってると。なのでそれがどうしても自分で歌えないなってなって誰かにあげるっていうパターンが多いですよ。
なんでオクラが大体人の曲で、オクラに入ってないやつは自分で歌うみたいな。で、オクラに入った曲の方が評価されるみたいな。で、オクラアーティストって呼ばれるみたいな。オクラアーティストあれ一回僕ラジオで全部自分がオクラ入りにした曲を全て発表するっていう、ちょっとオクラ入りを成仏させるっていうコーナーをやったことがあって、結構な反響が来たんですよ。自分のアルバムよりもそっちの方が欲しいみたいな。なんだどこの野郎って。でもそういう結構そう。あれかもしれない。要するに自分がストレートにこうって作った曲よりも、自分がこう誰かの、そうなんですよ、ね、っていう目線で作った方が、上手という。そうなんです、そうなんです。あんまり僕自分の主張がないんですよ、実は。なんでその言いたいことが特にないので、ないのに無理やり作るなんて無理じゃないですか。なので誰かの主張を想像すると超作りやすいですね。はい、なんでそんなに主張はないんですよね、実はね。ただまあふざけていたいだけっていうか、なんかこうそうそうそう、そういう感じなんで。え、何曲ぐらいありました？今音源でここに入ってるだけで55でした。うん、おお。それは2年か3年かでしたっけ？活動は4年です。4年、あ、4年間の中で、はい。でも最初の 1,2 年は自分で曲作ってなくて、作ってもらってたとかが。じゃあ約2年ぐらいで55曲ぐらいか。55ぐらいですね。いいですね。入ってないのもあるんで、もうちょっとありますけど。これなんかあれですね、オクラに入った曲とかも聴いてみたいですよね、なんかね。私ツイキャスでたまに、あ、マジですか。これは今日しか歌えませんって。ほら、みんな聴きました。ツイキャス見てください、マジで。ツイキャス見ないともう二度と聴けない。そうそう、没曲歌いますって。オクラの曲がありますよ、マジで。歌詞とかもだっても完成してる状態ですね。そう、できてる状態ですよね。いや、オクラ美味しいよねって言ってますよ。そういう、違うわ。そういうことじゃない。そうそうそう、オクラと大体納豆をね、混ぜてね。美味しい美味しい。あとメカブとか入れちゃってね、ネバネバトリオなんつってね。いや、ちげえよ、これオクラ美味しいよねって。ちょっと違う、だいぶ違うからね。でもオクラの曲が逆に人からしたら、すごいその人の曲としていいみたいなのはあるかもしれないから。かもしれない。あんまりあれかもしれない。自分でオクラって決めずに出してみるっていう、一回。オクラにしたつもりですって言って出して、いいですねって来たら、やっちゃうっていう。オクラになんかしません。しません。急に態度を変えるっていうね、ことも結構いいんじゃないかななんて思ったりしますけどね。そうですか。じゃあもっともっと曲をね、たくさんぜひ聴きたいですね。これあれですよね、ゲストコーナー次、あ、2曲ずつ聴けるんですか、これ。そうですね。贅沢ですね、これね。そうですね、来ましたね、お時間が来ましたよ。さあ、これからですね、またお二人にはライブをやっていただきたいと思います。一組目はですね、今度は泉真美さんに、真美ちに歌ってもらえようと思いますが、はい、じゃあセッティングの方よろしくお願いします。はい、2曲歌っていただけるということで、これなかなか贅沢な番組ですね、これね。ゲストが来て3曲もトータルで歌うってことね、これね。すごいですね。そして浴衣まで披露してくれてるんだと思います。なんだこれ。ちょっともっとみんなリアクションしてこれ。ねえ。さあ、そんなわけで、このね、クラブパルヘジア、なかなか、いろいろと、ハッシュタグ、そうだ、ハッシュタグつけてコメント、ぜひね、皆さんよろしくお願いしますね。この中の、紙を最後、ゲストの方に抽選箱から引いてもらって、で、プレゼントっていうことになりそうですね。なかなかこの番組でしか手に入らないものがたくさんありますんでね、ぜひ皆さん、ふるって、ツイートしてみてください。さあ、いや、でも曲作りは楽しいですか？苦しいですか？さってできた時は楽しいですけど、苦しみみたいなね、時も海の苦しみみたいなね、ありますよね、時々ね。そういう時どうします？結構諦めないで最後までグーっていきます？それともできるところまでやってポーンって動き出します？あ、結構似てますね、僕もそういう感じですね。割と強引に作ると結局良くなかったりするんですよね。なんかよく分かんなくなってきちゃったりして、ね、方向性もね、分かんなくなっちゃったりして。さあ、セッティングの方がそろそろ大丈夫でしょうかね。はい、 OK です。それでは、一組目のライブ、泉真美さん、真美ちでよろしくお願いします。背中を見せたかっただけです。ここに来るとどうしても歌いたくなる曲があって、親元を離れて8年東京で生活してるんですけど、離れて暮らす両親はすごくこの音楽活動も応援してくれてるし、ま
ンマンライブがあるたびに、仕事を休んで東京に足を運んでくれます。そんな離れているけどいつも思ってくれてる両親よ、私も思って書いた一曲お届けします。おやすみ、聴いてください。ありがとうございます。
もう一曲だけお届けしようと思いますが、今はね両親を持って書いた一曲をお届けしましたが、次は大切な友達のために書き下ろした一曲を歌おうと思います。この曲はですね、まあ、身近にいる大切な友達を持って書いた曲なんですけど、歌うときは今日も会場に来てくれてる方がいますが、いつもそばで応援してくれてる方に向けて、気持ちを込めて歌いたいと思います。そのままですけど、ありがとうという曲聴いてください。マミチーでした。うん、なるほど。マミチーはあれだね、周りの人のことをたくさん歌にしてるね。素晴らしいね。うん、なるほど。さあ、じゃあそうですね、その間にあつこさん、あっちゃんにはちょっと準備をしていただいて、準備していただいてる間にちょっとね、マミチーをいじり倒したいと思います。戻りました。そういうあれだね、曲が多いんですね。あ、そうです ね、 ね、身近な人たちの歌みたいな。うん、うーんとか言って、ね、やっぱりテーマ、自分のテーマはそこにあるなみたいな。あ、私は等身大の愛を歌おうと思って曲を作ってるので。聞きましたね、等身大の愛。ちっちゃいですけどね、147センチなんで。ちっちゃいですけど。いやいや、体ちっちゃいけど愛は大きいんじゃないですか。そう、いろいろたくさん愛を受けて育ってきたので、ね、素晴らしいですね。それを歌にしてます。なるほど、素敵な歌をありがとうというコメントをいただきました。ありがとう。うん、ありがとうございます。願い事、毎日が七夕になれ
かっこ美人の浴衣姿が見られる下心がたくさん満載です七夕よりお祭りとかの方が浴衣増えますね。そうですよね、もう花火大会とか行ってもいいんだよ、うんうん、本当に言い方ね、ということでね、あ、今からお客様がいらっしゃいましたかね、こんばんは。もう歌っちゃったよ。もう歌っちゃいましたよ外で聞いていただいたので、聞いてた。それはもう申し訳ありません、本当にもったいない。ということで、あっちゃん、あつこさんの準備が整ったようなので、それでは、ゲスト2人目、あつこさんの歌をよろしくお願いします。私を殺してよ、胸に深い恋さしてヴァンパイアエミリー。こんなに胸が苦しいのに、いつかあなたを忘れるまで、何年も何百年も生きなきゃならないなら、恋なんてしなきゃよかったわ、恋に落ちたエミリー。人と関わらず暗闇でひっそり暮らしてた。ほんとピアノと街の技を弾くのが好きで、でも人見知り、孤独は嫌い。でも一人つき薬草マニア、年は200歳、見た目は少女、心は老婆。恋も知らずに生きてきたのに、あの人に出会って出会ってしまって、厄介なわたとわりが狂い出した。今夜私を殺してよ、胸に深い恋さしてヴァンパイアエミリー。あなたに見せれない顔がある、鋭い牙で傷つける前に、あなたを好きなままで今消えてなくなれたら、永遠の命もいらない。落ちたエミリー。いつもと同じ暗闇の中逃げ惑うあの人を見た。そんな私の一方的な出会いがこんなことになるなら、太陽のように笑うあなたを助けようとは思わないのに、ただの少女と思われたくてついてしまった。嘘もいつかはあなたは気づいて気づいてしまう。厄介なわたとわりが狂い出した。今夜私を殺してよ、胸に深い恋さしてヴァンパイアエミリー。あなたに見せれない顔がある、鋭い牙で傷つける前に、あなたを好きなままで今消えてなくなれたら、永遠の命もいらないよ、恋に落ちたエミリー。私を見つけてよ、胸の深い恋抜いてヴァンパイアハンター。こんなに胸が苦しいのに、いつかあなたを忘れるまで、何年も何百年も生きなきゃならないなんて。今夜私を殺してよ、胸に深い恋さしてヴァンパイアエミリー。あなた見せれない顔がある、鋭い牙で傷つける前に、あなたを好きなままで今消えてなくなれたら、永遠の命もいらないよ、恋に落ちたエミリー。
ジーって言ってたと思うんですけど、そのあつこのファンタジーの代表曲にちょっと噛みそうになっちゃった、なっている曲でエミリーという曲でした、はい、次の曲はそう七夕なのでちょっと星空に関する曲を歌いたいなと思います。トライアングル。世界が終わってしまう夜が、もしもやってきたら、その時最後に伝えたいのはどんな気持ちだろう。君が偽善者という僕の本当の気持ちは僕も知らない。窓枠の向こうで瞬く星を見上げた。こめかみの伝う汗が静かに落ちた。日の言えなかった君への愛たいがまだ胸に溢れているよ。明日を忘れていいならできるだけ遠くへ旅をしたい。君ともしも朝が来ないなら終電も気にせず恋した君と夏の夜空のトライアングル。夜空に願いの足をかけてそっと触れたらどんな音がするんだろう。ありがとうございました。おお、確かにファンタジーの要素がふんだんに、うん、ね、
最後のトライアングル鳴らしてみたいのもいいですね。あれ名フレーズですよね。ねでもファンタジーなのにヴァンパイアが出てる。確かに。すごい。この曲かっこよかったね。かっこよかった。かっこいいっていう。ね、あっちゃんかっこいいっすよ。ありがとうございます。浴衣姿のギャップ。うん。ギャップっていいですね。全然じゃあギャップのない俺が大変。さあ。すいません。シールドつないじゃいます。いいですか。え、普段はどんな衣装なんですか。はい、普段はスキニーパンツにシャツみたいな。ああ、ラフな感じ。ラフな感じ、ちょっとボイシャな感じです。ああ、髪長いですよね、本当は。長いです、本当は。今日なんかもう圧縮されてますけど。それ髪はどうしてるの。髪はもう下ろしてます。あ、ストレート。ストレートで。へえ。なんかでもこれを機に、はい、こうちょっと和装的な要素を歌うの。はい、めっちゃ似合ってますよね、浴衣は。曲にすげえ合ってて。そう、雰囲気がね、すごかった。今日あの髪の毛アップしたのも今日初めてなんで。あ、そうなんだ。なんかいつもここまでしか見えてなくて。あ、そこそこそこ、顔がね。いや、だってそもそも小顔だから、うん、隠しちゃったら顔がなくなっちゃう。もったいない、もったいないよ。へぇー。そうか、そうか。普段はどんな感じでしたか。私もデニムに T シャツとかです。だいぶラフな感じで。じゃあ今日番組見た人はみんなラッキーですね。そうですね。こんなスペシャルなね、浴衣姿を。ね、しかもあれですよ、ご来店いただいたお客様3名様です、ね。ご来店って。こんな近くで見てるわけですよ、これ。でも私、七夕スペシャル常連なんで。あ、そうなんですね。もうあの、1回目はジンベイで。あ、そうだったんですか。じゃあちょっと。マイク調子悪いから、あのチャンネル。マイクの調子悪い。マイクのチャンネル。うんうんうん、この僕の今の方は聞こえてるんでしょうか。いや、ちょっとブチブチしちゃってて、聞こえてないですね、ちょっと直します、ね、映画のワンシーンのような情景が、あらら、あ、素敵、恐れ入ります、ね、恐れ入りますすごいな、すごいしっかりしてるよね。え、そうですか、して、はいはい、言われない。あ、すいません、結構抜けてて。あ、そっち、そういうキャラなの。なんかあれですね、僕がここから離れたらガールズトークみたいになってて、しばらくはずっとその状態でいいんですねえ。いやいやいや、そんなわけでじゃあ、最後に1曲僕が、お届けする曲は、ホームというね曲です。僕もね、家族の歌をちょっと歌ってみようかなと思います。七夕、大切な人にね会える一日というねイメージで、僕も大切な家族に会えたらいいなと、そんな歌を。それでは最後にホーム。引き出しの中から見つかったアルバム、ページをめくるたび、忘れてた僕がいくつもあった。夕暮れの公園でつないだ母の手は、擦り傷も涙の跡も直してくれた。ふるさとの片隅に揺れてる小さな思い出は、今も僕に語りかける。いつか迎えに来てと帰ろうか、帰ろうよ、手をつないで君と二人、少しだけ戻ろうよ、あの頃に
それぞれのマイホーム。気がつけば随分遠くまで歩いたな。振り返る街の日は僕に何かを語りかけてる。会えなくなった人、いくつもの別れを誰もが胸に抱いて今を生きてる。追いかけっこ捕まえられぬ父の背中は遠くて、あの頃の僕よりも少しは近づけたかな。優しくて悲しくて切なくて温かくて繰り返す毎日とどこか似てる。それぞれのマイホーム。溢れ出す喜びも流れ出す悲しみも、いつの日か帰るんだ、帰れるんだ、それぞれのマイホーム。ありがとうございました。さあ、後藤冬樹でホームという曲を最後にお届けいたしました。さあ、席に戻って歌を担当しながら、はい、エンディングのねコーナーになります。お、なんかたくさんありますね。コメントありがとうございます。映画のワンシーンのような情景が浮かんできた、ありがとう、ね、ありがとうございます。これ題材に映画を撮りたいなって思ったりも実はしてるんですよ。僕あの役者もちょっとやってるんで。そうなんですか。役者もやらせていただいて、すごい大した役はできないんですけどね、あの役者として一応舞台に立ったりとかね、もしてさせていただいております。なんでしょうねこれ、マミチはパソコン買い替えるためにせっせとライブやってるのか。さっきの iMac の話ですかね確かにそうですね。CD をたくさん買っていただいてね。そうですね。そのお金でまた新たな CD を作るためのパソコンを買いたいぞ。重要だよ、ね。大事大事。皆さんもあの懐にかかってますので、ぜひよろしくお願いします。そんなわけでね、たくさん、いろんな歌を聴かせていただいてありがとうございました。ありがとうございました。エンディングのコーナーですね。もう時間が差し迫ってきましたね、いよいよね。あっという間ですね、この番組ね。あっという間ですね。あと5時間ぐらいできますよ、僕は。ね、そんなわけで、それぞれ の、ね、あの告知などあればね、ぜひあの皆さんもライブを多分見に行きたいなと思っていると思いますので、では、あっちゃんから、お願いします、はい。何か告知がございましたら。告知。はい。その1。その1。てでん。てでん。ツイッターとブログをやってるので、よかったら、チェキラーみたいな。またツイッターとブログですね。引っかかる。引っかかりますね、これね。何でしょうか。何何。世界中のジャングルの虎で検索。
ちょっとどういうことなんでしょうか。これは村上春樹さんのノルウェーの森っていう小説があって、もちろん知ってますよ、映画化とかもされてるんですけど、その中の自由奔放な女の子が、私のことどれくらい好きなのって主人公に聞くんですよ、男の子に、はい、その時に男の子が世界中のジャングルの虎がみんなバターになって溶けてしまうくらい好きだって言うんですよ。それでもどっかで聞いたことある。それがもう村上さんの小説で、いや村上さんの前に、前、あるんですか、ね、ありますね、そういう、この年だから知らない、そうですね、そうなんですね。それはオリジナルはもっと前の、あれは世界中って言葉は入らないですけど、ぐるぐる回ってバターになるんですね、虎がバターになるんですよね。そう、それをもじったタイトルです、なるほど。本当のタイトルは世界中のジャングルの虎、のジャングルの虎なんてみんなバターになって溶ければいいと思うっていうブログのタイトルなんですね。です、おー、覚えられねえよ。虎までで出るので、なるほど、虎まで入れて、世界中のジャングルの虎で検索していただけば出るということですね、はい、他には何かありますか。他には2つ目きた、ででん、はい、定期ライブが今月から始まります。定期ライブ、はい、うん、あのワンマンじゃないんですけれども、何組かアーティストさんいつもご一緒させていただく形で、企画ではないですね、定期的に毎月第3土曜日にライブをやるんだよということですか、にこうどん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 パワーアップさせて、面白いイベントにしようぜみたいなライブがあるので、その第1回がお客さんがみんなバターになってしまえばいいようなイベントですね。バターに好きすぎてそうですね、そういうことですね。これは毎月第3土曜日、第3土曜日、場所はどこなんですか。場所はあの吹上駅か今池駅か名古屋なんですけど、ね、うん、はい、どっちで降りていただいても歩いて行けます。行けると、はい、なるほど。じゃあ名古屋にぜひ皆さん出陣してください。はい、出陣してください。出しております、ね、東京でご覧の お、はい、お客様もね、はい、そして、そして3つ目、ででん、ででん、最後に最新ライブの最新ライブ告知です。オーケー。今週末ですね。今週末です。名古屋で、7月の12日に。12日ですか。どうしたんですか。急に筆が乱れ始めてどうしたんですか。それまで結構達筆な感じだったんですよ。読み方が難しい。なんで急に乱れたんですか。12と読みます。これは12と読みます。急に荒くれてますね。さっきまでめっちゃ静かに。多分ファンタジーの部分がヴァンパイアの部分のそこか。そうですね。ここでね、取り出しましたね。血が騒ぐ感じで。7月の12日日曜日と書いてあります。はい、と書いてあります。百花繚乱という、アコースティックのイベントがありますので、ぜひぜひ遊びに来てください。名古屋栄ドリームキューブですね。お客さんが来ますようにと、この二次元短冊に書きましたので、皆さんぜひ叶えてあげてください。はい、はい、名古屋に行きましょう。ぜひ皆さんね。はい、ということで告知は大丈夫ですか。以上で。はい。結構あれですね。定期ライブと、あれ定期ライブなんでしょう。うん、定期ライブがあのすごい近いんですよ。ね、これ、うん、あこの前にじゃあまず社会のライブがあって、来週の土曜日。そうですね。そうです。今週末の日曜日12日に、今週の日曜日か、はい、ライブがあって、でその次のもう土曜日にも。盛りだくさんですね。いいですね。はい。そうですか。じゃあこれから、今日はもうこれから名古屋に帰られる、ね、夜行バスで帰ります。夜行バスで皆さん帰りますよ。はい、帰ります。いやー、それはなかなかね、大変な移動ですね。夜行バス何、どんぐらいかかるんですか。6時間とかだと思います。寝て帰るんですか。極力寝て。極力寝て。極力。あとは作曲して。時々起きてぼーっとして、また寝ます。あの、バスの中とかって乾燥する。うん、そうね、ちょっと乾燥に注意ですよね、あれね、マスクとかして、僕はもうアイマスクとマスクするんで、顔が合わないですよ、完全に全部鼻しか出てないですよ、はい、鼻出てないですよ、もう全部ですよ、だ顔がもう全部見えない感じで、いつもやってますよ、本当に。さあ、そんなことで、マミチのじゃあ、コーチ見てみましょうかね。はい、デレン、デレン、アメブロ、ミクシー、ツイッター、フェイスブック、オフィシャルウェブサイト、LINE アットをやってます。めっちゃやってるな、めっちゃやってます。まあいろいろ書きましたけど、いっぱい書きましたけど、なんだかんだ、泉まみで検索したら全部出るので、漢字で Y 泉、ひらがなでまみで検索をお願いします。あのカタカナでも出るし、最近もうひらがなでも泉、もしかして泉まみみたいな、これ
出るようになったんで、泉と入れるともしかして泉まみ、そう、もしかして泉まみこの字出るようになったんで、ぜひ検索してください。ツイキャス重要だよね。ツイキャスやってます。たまにオクラもあるよ。オクラ、そうそう、さっき言ってた、ね、オクラ曲、あのライブでは発表しない曲をですね、ツイキャスで歌ったりもしてます。毎週月曜日定期配信なんですが、決まってるのは曜日だけ、時間はバラバラです。あ、そうなんですね。だいたい帰ってからなんで深夜マミチーのもう気分で気分で、そろそろ始めるかみたいな感じで、ね、帰って夜、もうほんと日付変わって1時とかから始めたり。それはツイッターとかをチェックしてると分かる。はい、ツイッターに、始めましたよって通知が出るので、最初はまずツイッターをフォローしていただければと思います。それからですね、16日から新しくハイクラブっていうツールで公式番組の配信が始まるんですけど、これが毎週木曜日の夜10時半から。これは時間がちゃんと決まってます。で、1時間以上っていう枠なので、いつ終わるかは分かりませんが、長くなる場合もあるってことですね。そうそう、でもスタジオからの配信なんで、一応帰れる時間には終わる予定で、帰らなかったら多分朝まで飲んでるキャス、キャスじゃないね、配信が続く感じに。それもいいですね。なると思います、ね。そういうのもちょっとね、一回やってみたいですね。8時間配信とかね。やってみたい。そう、ツイキャスはね、4時間で一回切れちゃうんですけど、ね、ハイクラブはその上限がないということで、どこまでできるか、なるほど、ね、いろいろありますね。ライブが今月11回、パルメジアの出演が今日含めて2回、はい、そして川崎 FM で番組をやってるんですけど、それも2回、うん、本当は毎月1回なんですけどね、今月は2回あります。そしてディズニーオフ会が2回、もうすでに1回終わりましたが。そうか、ディズニーオフ会って、あのファンクラブの会員様とディズニーに遊びに行こうよっていう日です。すごい贅沢な会ですね。何ですか。次の開催は7月の15日、前回が日曜日だったんで、次は平日に開催します。ディズニーランドに行きます、ね、ファンの人がマミチとディズニーランドに行けるってこと。そうです。今から入っても、今から入ってももちろん、これ行きたいから入るのも全然あり。驚愕の事実ですね。こんなことあります。俺もなんかやろうかな、俺と一緒にトレーニングできるから、ね、やりたい、やりたい。ファンクラブ入ってたらスカッと押しますよね。やりたい、すごいですね。まだまだまだあります、ちょっと先ですが、8月10日に川崎のクラブチッタというすごく大きなライブハウスでライブ出演が決まっております。めっちゃ来て、来て、そう、来てって言っぱい書いてある。これの分だけ来ると信じて。バンドでの出演なんですね。バンドで出演します。今日は弾き語りだったけどね、バンドがつきますのでぜひ来てください。そしてこれ違うやつね。それ違うやつね。アイマーク推しだから今日はね。そう、アイマーク推しだからね。たくさんありますね。初めての関西遠征が決まりました。イエーイ。あ、名古屋も行くじゃないですか。そうなんですよ。これはあっちゃん行かないとね。え、見に来てくれる？遊び行かないですね。押すって言った、ね、なんとですね、初遠征にもかかわらず全部平日というですね。厳しいね。そう、月曜日から金曜日まで大阪、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 名古屋で5日間行ってきますので、ぜひ関西の方応援に来てください。よろしくお願いします。素晴らしい。もうないです。ライブ盛りだくさんですね。盛りだくさん。ね、あ、書いてないけど地元新潟でのライブも決まってたりとか。地元新潟でもあるんですか。はい、決まっ、全部ホームページに載ってるので、オフィシャルウェブサイト。そうですね。オフィシャルウェブサイトを、はい、泉、もしかして泉まみで検索していただいて。いやいやいや、普通に検索してください。あの、出ると思いますので、ね、よろしくお願いします。ぜひ情報を見ていただきたいと思います。そんだけでライブ告知お二人ともね、たくさん今後ライブ多分あると思いますので、はい、僕もなんか機会あったらぜひ見に行きたいんで、あのチェックして。ぜひ。はい、行きたいと思います。なかなか僕もあのインストラクターとして忙しいんで、うん、火曜日とかね結構休みなんですよ。え、ジム行きたいですよ、私。うん、あのよかったら本当にあの体の悩みだったら何でも解決しますんで、ぜひぜひあの相談していただけると。お、名古屋で一緒に歌っちゃえよって言ってますよ。お、火曜日じゃない気がする。月曜日じゃない？さあ、曜日を間違えるというね。うん、あの8月10日月曜日ですね。月曜日ですね、多分ね。ブログに、はい、そう、ちゃんと情報が載ってますんでね。読めないぜひぜひよろしくお願いします。さあ、そんなわけで、あれですね、プレゼントの抽選をしないといけない感じですね。そうですね。うん、それではですね、先ほどから、何回か申し上げましたが、このアカウントにハッシュタグをつけていただいたお客様にですね、あとは今日お越しいただいたお客様もですかね、この中から抽選で、はい、ハッシュタグだけですか、これは OK です。プレゼントがありますので、今日はじゃあ、番組初登場のあつこさんにちょっとね、あの、引いていただこうかなと。責任重大ですよ。重大ですよ。任せられそうですよ。この中からこれは一つです。一枚だけ。さあ、行きましょう。この中から一枚。ハッシュタグをつけていただいたお客様、さあどなたに当たるでしょうか。うん、どうぞ。てい。てい。せい。はい。せい。はい。はい。あ、
けますか。さあ、開けましょう。開けて、こっちを見せてください。開けて、カメラにどうぞ。はい、どーん。おぉ、ヒリャオ、ヒリャオアンダーバー M2612、ヒリャオさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。すごいですね。だってヒリャオさん、声全部ってことですか。全部じゃないです。全部じゃない。全部です。全部ですよね。もうすごいですね。で、今日の書いてもらったあのフリップも。フリップも、はい、もうサインしてます。すごい。サイン入りこの書いていただいたフリップと、あとはこのクラブパルフェジアの CD ステッカー、そしてインチマンションさんの CD、ヒリアオさん、そして松沢春菜さんのサイン入りステッカー、さらにはこれもですよね。マジですか。サイン入りです。名前入れますね。本当に。これです。本日出演いただいた泉真美さんのこのサイン入りポスター。これはレアなポスターですよね。うん、いや、おめでとうございます。平尾さん、おめでとうございます。おめでとうございます。いや、引きが強いですね、平尾さん。うん、さあ、そういうわけで、プレゼント。じゃあ、そうですね、サインしていただいた間に、番組の告知をちょっとさせていただきます。クラブパルヘジアは毎週火曜日夜8時から、西武新宿線伊予木駅南口徒歩すぐの中華料理屋さん、チャイナスクエアにて配信しております。観覧無料、ワンドリンク500円です。おお、いいですね。火曜の夜みんなで夜楽しい夜を過ごしましょう。パソコンでご覧の方は、こちらこの辺、この辺ですかね。あと右斜め上か、この辺か、このとこの辺ね。いいねボタンね、などをツイッターを押していただけると嬉しいです。そしてチャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたしますね。素晴らしいですね。さあ、そんなわけでサインを書いていただいていますが、最後に、お二人からですね、一言ずつ今日ご覧いただいたお客様にですね、紹介はいただけると思う。何ですか。視聴者のですね、視聴者紹介があるんですね、はい、視聴者紹介というのは何でしょう。箱の中にこれですね。箱の中もですね、今日の書き込みしてくれた方の名前は、あ、そうですね、そういうことがあるんですね。さあ初めてっていうのは皆さんこういうことですよ、うん、いやいや、初めてで、ね、いや、すごいですよ、これは初めてで、さあ、行きましょう。じゃあどんどん紹介していきます。まずは、マロさん。いやいや、ありがとうございます。マロさん、こちらはもう読みたい。マロさん、そうですね。あ、3人で分けました。はい、ガバッと、じゃあ、はい、じゃあそれは1枚ですね。いきます。タフちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。プラナリアさん、ありがとうございます。ありがとうございます。 WC のカレ様、ありがとうございました。ありがとうございます。パルヘジオ、ありがとうございます。私だ。ありがとうございます。ありがとうございます。ナックさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ヒロさん、ありがとうございます。冬門さん、ありがとうございます。僕ですね。ありがとうございます。かぜにさん、ありがとうございます。マンタさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ポリポポさん、ありがとうございます。ありがとう。みやちさん、ありがとうございます。で、ケイさん、ありがとうございます。スレイヤさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ゆきさん、ありがとうございます。で、新村さん、ありがとうございます。ありがとう。すじぱんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。スジパンさん、イエイ。岡田博士さん、ありがとうございます。馬吉さん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。藤丸さん、ありがとうございます。ありがとう。こんなにたくさんのご飯にご覧いただきます。のんたさん、ありがとう。ありがとうございます。博士太郎、ありがとうございます。終わった。まだありますよ。ちょっとぜひ見てください。純、はい、奥野さん、ありがとうございます。ありがとうございます。熊木さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。読めないね。友谷武田さん。あ、友谷くんだ。ありがとう。スネポンスネポンさん、ありがとうございます。というのは引っ張ったんだ。みーたん、ありがとうございます。そして、ゆういち相沢さん、俺の友達だ、これ。本業じゃないか。ありがとうございます。ということで、皆さん本当にありがとうございました。最後にですね、じゃあ視聴者の方々に何か一言ずつメッセージをいただけると嬉しいと思います。まずはじゃあ、あつこさんからよろしくお願いします。はい。クラブパルヘジアをご覧の皆さん、初めて出させていただいたんですけれども、温かく見守ってくださってありがとうございました。これからもよろしくお願いします。じゃあ泉さん、お願いします。はい、今日配信で見てくれた方、ぜひ、素敵なライブをお届けしているので、ライブ会場に会いに来てください。1ヶ月も半分ぐらいはね、人前で歌ってるんで、ぜひぜひ直接会えるの楽しみにしてます。関西も行くんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。
そんなわけで今日からね、MC を務めさせていただくことになりました後藤英樹でした。ありがとうございました。今日初ですね、ちょっとまだやりたいことがたくさんありすぎて、尺が足りねえぞっていう思ってる状態でございますが、まあなんかまたね、お客様から逆にこんなのを やってほしいなとかいうのがありましたら、どんどんね、メッセージをいただけると、僕のツイッターの方に直接送っていただいても大丈夫ですし、ゲストをこんな風にいじりましてくれとかですね、いろいろいただければどんどんやっていきたいと思っております。そして僕は8月と9月も担当させていただくことになりましたので、今度は第2週、今度そうですね、第2週火曜日が、僕の MC の時になりますんでね、ぜひぜひ、あと3回ですね、あと2回か、はい、よろしくお願いいたします。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。さあ、そんなわけで来週のゲスト MC はですね、来週のゲストはまず吉野由里子さん、そして山谷由衣さん、うん、MC は7月第2火曜、8月9月が第1火曜日担当の岸のりこさんです。はい、楽しみにしてください。そして最後に P ポーズをね、ちょっとみんなでやろうかなと思っております。 P ポーズっていうのがあるんです。お、鋭いですね、はい。まず P ポーズというのはですね、右手が棒、そう、そして左手が輪っかで P を作ってください。これです。で、僕が今週もありがとうございました、来週もって言いますんで、その後続けてカメラに向かってクラブパルヘジアと言いながらですね、この P を出していただければ。こっちのカメラね、こっちか、こっちのカメラです、はい。これ1カメです、わかんないですけど、向かって P を2カメになる、2カメです、はい、正確に言うと2カメに向かって P をこう見せながらクラブパルヘジアと言えばいいですね。OK です。さあ、そんなわけでじゃあ愛情をみんなで込めてね、はい、行きましょう。それでは、今週もありがとうございました。来週もクラブパルヘジア、ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。ありがとうございました。